のぼると ゆうきの火曜スタジオ。こんばんは、陣のぼるです。こんばんは、麻生ゆうきです。毎週暑い暑いって言ってるんですが、陣さん、昔はたらいにお湯を入れて行水をしたって聞いたんですけど。そうなんですよ、行水をして、はい、この夕涼みスイカを食べて、かやの中から顔避けながら寝たもんです。はい、今週も元気ですね。はい、大活躍中の素敵なゲストをお迎えいたします。どうぞお楽しみに。この番組はアパートマンション経営をサポートする本州建設、ステーキの浅熊、東洋ワーク岐阜、カラオケ新聞激辛がお送りします。松井仙です。激しく切ない恋、遠い昔が走馬灯のように、恋かげろう。はい、本州建設です。アパートマンションをお探しですか？快適で通勤に便利なお部屋ですね。お任せください。ワンルームからファミリータイプまで、住まいのホットな情報を提供いたします。賃貸マンションならやっぱり本州。やっぱりやっぱり本州建設。さあ、今週の歌のコメンテーターをご紹介します。さあ、今日も爽やか松井仙さんです。爽やか松井仙です、よろしくね。松井仙さんもね、はいはい、私と同じような年代ですかね。そう、その後10年一昔後に生まれた松井仙です。10年経って、私は70だから60ってこと。そう、一昔違うんですけどもね、同じ年代と言えるかどうか、はい、私もやっぱりなぜか行水、はい、ね、スイカかじって、知ってんですか？かや、なんかうる覚えにね、行水なんて私のオールヌードよ。痛かったですよ。あれ大正時代じゃないですか。あ、違いますか。こら、これ全然覚えなかったでした。はい、松井さんです。なんて遅い。ね、はい、そうなんですよね。ね、私は蚊帳の外ということで。よろしいでしょうかね。麻生さん知ってるのは、あの、こう、ぷーっと膨らがす。そうそうそう。あれらしいですね。なんかね、お湯を入れて、でそれをちょっと冷ましてから、うん、行水っていうのは今初めて、始まる前に聞いたんですよ。私、家内と結婚する前にね、あのプール付きの家を買ってやるって言ったんですよ。それ約束だったらしいんですよ。で、買ってやったじゃないか、夫婦くらがして駐車場にプールつけ、まあ、つけといた。プール付くには変わりないですね。ゴムのプールね。まあね、懐かしいお話で少し暑さも和らいでいただいたでしょうかね、皆さん。はい、はい、ここでジンさんのギターで松井仙さんに懐かしい美空ひばりさんの悲しい酒を今日は歌っていただきます。一人酒場で飲む酒を気がする飲んで捨てたい面影が飲めば浮かぶ別れた後の心残りよ、未練なのね、あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの？諦めたらいいの？
ける仁さんのギターもいいし松井さんの歌も心に響きました。松井仙さんで悲しい酒でした。さあ続いてはもうすっかりこの番組におなじみになりました三河の演歌の女王足立陽子さんの登場です。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。ねえ、足立さん、この間あの終わり温泉ありがとうございました。どうも皆様方とご一緒させていただきましてありがとうございました、ね、いい経験をね、はい、させていただきましたけど楽しかったです、うん、ま、あの終わり温泉もそうでしたですけど、はい、あの今月は本当に大きな舞台を終えられたということですが、はいはい、あの7月16日にあの渥美文化会館で、はい、岡栄作さんと永井優子さんとのジョイントコンサートね出演させていただきました、はい、でバックでは、はい、あの榊流の家元の永谷先生が踊ってくださいました。うん、うん、あ、足立さんの歌に合わせて、はい、あの愛海峡デビュー曲歌ったんですけど、その歌に合わせて、とても嬉しかったです。ジンさんはどうですか、そのよくディナーショーでね、うん、あの西川流の、まあ、ね、方と、うん、踊っていただきながら歌ってらっしゃる時ありますけど、うん、どんな感じなんでしょうね。やっぱりね、あの歌取るプラス、やっぱ踊りがつくということでね、すごく自分が、あの感情がこもりますね、そうですね、はい、嬉しかったです。見てる方もいいですよ ね、センさんはいいわね、自分で踊りながら。そうですよね、何でもやられますからね。いやそんなことないですけど ね、あの本当にいい舞台だったそうで、ね、はい、よかったですね。ありがとうございます。そしてね、なんといってもあの足立さん、なんか嬉しいお知らせがまたあるそうで、はい、そうなんです。あの新曲が出るんですけど、あの、ね、ありがとうございます。変わった組み合わせで、はい、あの人侠者の坪振り陽子を演じる曲と、あとはバラードの曲なんですけど、あの年末にかけてのね、また、はい、あの私もレッスンで励んでます。坪振陽子というのは、うん、陽子さんを題にしたわけですか。はい、そうです。そういう人がいた、はい、私ですか。坪振になるね、イメージが ね、今までとガラッと変わったので、うん、私 もう一生懸命練習中です。ちょっと面白そうですね。またちょっと衣装も、ねね、どんな感じになるのかなって、あのもう、ね、髪型も衣装もちょっといつもの、ね、そうなんです、ね、うん、着流しで着流しっぽく、うん、でいつもなんかこう可愛いイメージの方、ガラッと変えてこうちょっと藤井純子じゃないけど、センさん、センさんみたいな、私のイメージですよ。そうなんです、ね、どんなイメージ。あ、そうなんだね、でもう一曲の方は、はい、惜しみなく愛をラブシャドウっていう題名なんですけど、はい、これは私が初めて作詞であの作っていただきました。で作曲の先生は恩師司健二先生なんです。これも ね私も初めてでとても嬉しくて、ね、このラブソングは足立さんのなんかこう思いなんかがこもってるんですか。そうなんです、うん、こう人生の経験なども。そうですね、人侠とラブソングってちょっと ね取り合わせが、それをちょっと狙って、はい、男性遍歴とか何人とかそんな作詞出てきます違うの違うの松井さんに作詞してもらうとすごいことができるかもしれないですね。任せて次はセンさんも、ね、それで出して楽しみですね。ちょっとこう異色の組み合わせの CD がまた出ますので、はいはい、頑張ります。頑張ってください、はい、じゃあもうまたまた忙しくなりそうですね。はい、ね、随分ご活躍ですね、うん、活躍してもらわないとね。今まああの三河の新生として頑張っていらっしゃる新生です。すごいじゃん、女王ですよ ね、新生です。三河はいろんなところもね、あの親善大使みたいな感じでね、いろいろ皆さん広めてって、はい、いただいて、はい、やっぱりね、動いてほしいですよ ね、あの三河ブルースが今度ダムに入るようです、うん、あの通信カラオケ、はい、あの皆様にね、あの三河を本当聞いていただきましてありがとうございます。じゃあまたもうそういうところ入ったらどんどん歌ってもらわなきゃね、本当ですね、まあ、歌っていただくにはね覚えていただかないといけませんので、ぜひあの足立さんの